覗き込む ADA 越し AGA。 皆さんどうもこんにちは、文系アクアリストのハテナです。はい、ということで、まあ、皆さんコロナってかかると、はい、ハゲるかもしれないって聞いたことありますか？私ちょっとどっかでね、小耳で挟んだんですが、いやもう本当に、はい、怖いですよね。まあそういうもう年齢に差し掛かっています。はい、で今回はやっとこのつくよみ LED、 こちらのレビューをしたいと思います。でこちらはですね、約一月前にすでに購入していたもので、で実際もう使っていました。はい、で今回こちらを改めてレビューしていくんですが、皆さんその前に何か一つ気づいたことはありませんか？はい、実はですね、マイクを変えました。はい、実はこれアフレコで録画してるんですが、その時って私いつもiPhone に付属しているイヤホンで撮影してたんですよね。でまあこちらのマイクもそんなにいいものではないんですが、まあ iPhone のやつよりはマシだろうということで、はい、まあ今回からこちらちょっといい音になってるかなっていうふうに思います。はい、で早速レビューしていくんですが、私はこのつくよみ LED 以外にですね、アマテラスの 20W と 10W、 こちらも持ってますので合わせて比較をしていきたいと思います。はい、では早速つくよみの開封をしていきたいと思います。ズズズズズズズ、なかなか開かない、開いた。はい、ということで、もう開封済みです。はい、もうすでにね、私も先ほど申しましたように使っていましたので、開封はすでにしております。で、まあ、中を見ますと、まあ、こんな形で、はい、これ初回限定版でということで、はい、付属している、まあ、リフレクターになりますね。まあ、これがいつまでついているのかっていうのはちょっとわからないんですが、はい、こんなものがセットになっています。で、まあ、こちらがですね、拡散リフレクターということで、ちょっと説明書を読みたいと思います。この拡散リフレクターの特徴っていうのは、はい、こちらにありますように近距離照射ということで、光を和らげることができると書いてありますね。で、中拡散リフレクター、これがノーマルのものなんですが、これが強い光が必要な時っていうことで使い分けることができます。取り外しも、まあ、非常に簡単で、このくるくるっと、まあ、カバーを回せば外せる形になっていますので、それほど難しくはありません。はい、では実際につくよみ LED 20W、 こちらをお見せしていきたいと思います。はい、こちらのつくよみ白なんですよね。まあアマテラスは黒なんですが、もう全く真逆の色でつくよみは白になっています。まあこのあたりは好みがかなり分かれるかなと思いますが、はい、まあ、私は非常に爽やかな色だなっていうふうに思ってますので、私は非常に気に入っています。はい、10W の方と比べるとこんな感じで、も全く黒白逆ですよね。まあサイズ感も、はい、やはり 20W の方が、まあ、かなり大きいですよね。まあ重量もずっしりしていますので、はい、まあこのあたりは 10W とはかなり違いはあります。はい、ここでですね、つくよみとアマテラスのスペックの比較をしておきたいと思います。左がつくよみ、右がアマテラス。で、まずボディカラー、これホワイトですね。それに対して、はい、アマテラスはブラック。で、色温度、こちらがですね、まあ、つくよみの方が 4000K から 5000K。で、アマテラスが 5900K ということで、少し差がありますよね。まあ、このケルビンっていうのは、まあ、色温度ということですので、色の、まあ、見え方といいますか、少しアマテラスの方が、こう、白い光に寄ってるかなと思います。で、つくよみの方が若干黄色みがかってるっていうのが、このスペックではわかります。で、その次に、炎色評価指数っていうのが、まあ、これがですね、高炎色 RA97 ということで、同じになっていますね。はい、で次に照度なんですが、これも少し差がありますね。若干つくよみの方が高くなっています。で同じく PPFD っていう数値も、これもつくよみの方が若干高くなっていますね。で、まあ、PPFD っていうのは、これが植物が感じる明るさっていうことらしいんですが、ちょっとまあよくわからないですよね。まあ、人間の目にはわからないようなものかもしれません。で次がですね、全光速、まあルーメン、このあたりは同じですね。2つとも同じで、光景、これも E26 光景で同じ。消費電力、パワー、まあ、このあたりも 20W で同じですね。
で、次に違いがありますのが寿命ですね。で、これがツクヨミの方が2万時間に対してアマテラスが3万時間という風になってますので、これは結構大きな違いですよね。まあ、約 1.5 倍の差があるということですので、まあ、このあたりは気にする方は気にされるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ただ、いずれにせよ LED ライトですので、かなり寿命は長いというふうには思いますので、はい。まあ、私はそれほど気にはしません。まあ、要するに、このツクヨミっていうのは若干こう、ハイパワーなモデルになるのかなっていう印象です。はい、それでは実際に比較をしていきたいと思います。まずはですね、このネオグラステラ水槽で、このアマテラスの 20W、はい、これを通常使っていたんですが、そちらの映像からになります。はい、いかがでしょうか。まあまあ、これに関しましては、まあ私は非常に、まあ、満足しておりまして、まあかなり広範囲に照らすこともできますし、まあ60センチの幅っていうのもこれで対応できるっていうのはびっくりですよね。はい。で、続いて、これがアマテラス同じく 20W のリフレクターを外したバージョンですね。はい。これはかなり広く拡散するタイプになるんですが、はい。これね、肉眼で見たらめっちゃ眩しいです。これ私、リビングに置いているので、まあ、リビングにこのアクアリウムを置くような方にとっては、ちょっとこれは厳しいんじゃないかなというふうに私は感じます。はい。では、ここから切り替えたいと思います。ツクヨミです。さあ、いかがでしょうか。はい、全くわかりませんね。いや、もうこれね、見比べないと、まずこれさ、わかる人いないんじゃないですかね。アマテラスと比較すると、こんな感じ。はい、これがアマテラスですね。いやー、これどうですか皆さん。はい、ちょっと縦に並べてみました。上がアマテラスで下がツクヨミです。いやー、ちょっとこれ厳しいですね。はい、で今度はリフレクターを外してみました。はい、こちらに関しましても先ほどのアマテラスと同じで、まあ横に拡散するようなものになっているかと思います。上がリフレクターあり、下がなしの方になりますが、どうですかね。まあ、若干やっぱり下の方が暗く感じますよね。まあ、やはりリフレクターありの方が、こう、一箇所に集中して当てることができますので、中央あたりっていうのは差が出ます。はい。で、続きまして、こちらが、初回限定版のリフレクター、こちらに変えてみたいというふうに思います。さあ、取り付けてみましたが、どうでしょうか。これね、わかるはずないですよね。いやー、これまあ、やっぱり並べてみないとわからないと思うんですが、もうとにかくこれね、めっちゃ眩しいです。はい。この反射板めっちゃ眩しいので、まあ、これも私はなしかなと思います。はい。縦に並べるとこんな感じ。上が通常のリフレクターで、下が初回限定版のリフレクターになります。いや、これ多分わからないですよね。はい。これはね、正直並べても私、わかりませんでした。はい。で、念のためですね、アマテラスの 10W、これも、はい、つけてみました。やっぱりこれは明らかに暗いですよね。まあ、なしかっていうと、まあ、これはいけなくもないかなっていうふうに思うんですが、まあ、やっぱり 20W に比べると、パワーはかなり、まあ、弱くは感じてしまいます。まあ、ちょっとやっぱり差がわかりにくかったと思いますので、ちょっと、ね、別の水槽でも試してみたいと思います。はい。30センチキューブ水槽。これちょっとね、もうお見せしたくもないぐらい悲惨な状態になってきてるんですが、もうキューバパールグラスめくれちゃってますよね。はい。まあ、ちょっとそこは気にせずに、アマテラスとツクヨミの比較をしたいと思いますが、これ皆さんどっちがどっちかわかりますか？はい。実は正解は、左がアマテラスで右がツクヨミになります。いやー、結構微妙なんですが、若干右の方が明るい感じがするのと、はい、若干黄色みがかってるかなっていうふうに思います。まあこれ気鉱石なんで、ちょっとわかりやすいかもしれませんね。さあ、これはどうでしょうか？どっちがどっちでしょう？わかりますか？皆さん。はい。横に並べてみました。さあ、これはいかがでしょうか？はい。正解は、左がアマテラスで、右がツクヨミでした。
はい、これ分かる方いらっしゃいますか？もうね、こんだけ並べても分かるかどうかっていうところなので、正直ね、あんまり差はありません。はい、とまあちょっと微妙な検証になってしまったんですが、いかがだったでしょうか？まあ、やっぱりね、大きな違いとしては、まあ、アクアリウムってやっぱり私にとってはこう見た目もすごく大事なんですよね。まあ、インテリアっていう風に考えると、やっぱり色っていうのは結構ね、大事かなっていう風に思います。で、これで言うと、つくよみが白なので、はい。まあ、このあたりがアマテラスとの違いになりますよね。また若干こう、色合いっていうのも、まあ、アマテラスの方が若干白、で、つくよみが黄色っていう風に違いはあるのかなっていう風には思います。まあそのあたりはお好みで選んでもいいのかなっていうふうには思います。はい、ということで本日はアマテラスとツクヨミ、この違いについてご紹介してきました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。